ルトンと私で仲直りでいいだろう。バケモン抜け許さないわってな。あるあ。え？聞いてんのか？うん、聞いてるよ。そうかい。はい、どうも、パテモス協会でございます。今回もラストオブアス、パート2やっていきます。2年前の回想シーンですね。俺なんて、言われなきゃ自分の誕生日ですら忘れんだぞ。とりあえず謝っとけば。でもよ。エリー、何があった？別に。なんで？お前の様子が変だからだ。考え事してただけ。いつでも相談に乗るぞ。はいはい。はいはい、ということで、この辺の回想シーンの日記もしっかりとね、書いてあります。まあ、要はエリーの腕のタトゥーを彫ったキャットという女の子、レズ気のある女の子ですね。まあ、その子から、中をされたと。うん、で、まあ、エリーは、自分はね、免疫持ってるけど、感染しちゃってると思ってるから、いや、キャットに移っちゃったらどうしようと心配したけども、まあ、意外に大丈夫だったと。うん。もう、キャット最高っていう感じですね。うん。でも、キャットはベラベラ周りに喋っちゃってて、ジョエル以外は、この関係のこと、うん、は知らねえと。エリーも、まあ、まんざらではないと。いうことですね。で、ディーナがね、自分のこと避けてるんかな、みたいな。まあ、焼き餅焼いてたんでしょうね。多分この子のディーナ、エリーのこと好きだからね。こんな感じでございます。ここ濡れた草と薪の匂いがする。と書いてますね。はい、まあそういう感じです。詳しくは止めて読んでください。じゃあ行きましょう。トミー、ジョエルの弟ですね。感染者だ。何匹？ほんのちょっと。ほんのちょっと。着弾時点にちゃんと2匹なんですよね。感染者。倒しました。2発。で、2匹。すげえな。トミうめえな。試してみるか？え？いいのかい？いいの？今日は気分いいしな。あ、というわけで、感染者を、ぶっ放します。赤い看板、見えるか？はい。当ててみろ。ちょっとね、落ちていくんで、そこ見ますね。いいね。ほんなこういう感じで出てきますんで。音に引き寄せられてる。やっていきますと。倒して。倒した。難しいんですよ、これ。意外にね。うまい人はパパーンってやっちゃうんでしょうけど、私ではね、イエーイ、そっち当たるでしょう、俺でも。ゆっくりでいいぞ。はーい。避けるぞ、こいつ。じゃあよく狙っていこう。ちょっと下がるというね。こっち来ねえのかよ、この野郎。こんなに撃ったことはないぞ、今まで。あれ当たんね。だったった。これ全滅させないとね、終わらせてくんないんですよね。これ気に入った。今ので終わりだ。よし、OK。もっと打ちたきゃ、こっちにまだいるぞ。わかった。もうこんなとこね。どこから来たんだろう。関係ないんでね。群れがここを徘徊する。プレイには関係あるか。何匹か取り残されることがある。ストーリーには関係ないんでね。毎年同じルート通ってくの？渡りの群れみたいにな。はい。なんでだろう。ここで食ってるやつがいるんですよね。大気圧って。やっときましょう。俺がそんなこと知ってるように見えるか。歩いてますね。坂を下ったみたいだ。下ったっぽいね。なんで？動物の死体か。そうです。先ほど僕殺したこの動物の死体に向かってきてたんですよね。こういう風にね。ここまでやっちゃう。ここは近いからやりやすかった。終わったんじゃないの？まだいる？まだいるかい？え、もう終わったと思うんやけど。あ、いたいた、まだいたわ。驚いたな。どう？上手くなったぞ。もういない。こっちにいるかもな。どっちだ？こんな距離から撃たれたらたまったもんじゃねえな。スキーリフトのそばだ。はい。あっちの方を見てみろ。これは遠いんですよね。地中のそばだ。見えるか？
どの辺がちょっとこのスコープの、これがね、むずいんだわ。こいつ狙おっか。届かない。ギリと、これ、もう一度。あれ？このね、合わせなきゃいけないの。よしよし、当たった。外した。俺も慣れるんだ。すごいなぁ。だろ？物理は厄介だろ。もうちょっとスコープは精度上げてほしいな。俺ではこの程度だから。俺ではこの程度、もここ一番難しい。これ、取っちゃう。てかさ、初めてやった時より下手。雑になっちゃってんだよね、だいぶな。単純に。当たんねえ、こいつら。こんな当たんなかったか？微妙だな。よし、当たった。ほーら、どう？どうじゃねえよ、エリー。あと3匹。え、当たんねえ。当たんねえ。こんなに当たりませんかね。まあ、だけど安心してください。こんな下手でもハードでクリアできますんで。クリアまでしてないけどね、実際。よし、当たった。慣れてきたな。いや、全然だよ。まだ数匹いるぞ。まだいるね。でした。うまいぞ。だろ？やったろ？もういないみたい。いないな。めちゃくちゃ時間かかったな。そうみたいだね。それじゃ、行くか。行こうか。ジョエルが待ってる。そうかい？やっと終わったわ。何分かけてんだよ、こんなとこで。本当にもう。めっちゃ。おかげさまで長い動画になりそうね、また今回もな。もういいか？いいよ。うん、ありがとう。うん、気分晴れた。お、そりゃスッキリするよな。銃でも多分ね。あざっす。ふぃー。余計なお世話かもしれないが、ジョエルが心配してるぞ。別に、心配する必要ない。そうだろうけどな。何もなかったかな。ちゃんと口を聞かなきゃ、何かあったって思うだろう。多分なかったな。ちゃんと話してる。挨拶だけじゃなくて、会話するんだよ。いいね。わかった。努力する。トミもいいやつだわ。さ、入れってことだろ。お前たちが撃ってたのか。エリーが感染者でスコープ試してたんだよ。どうだった？いい感じ。そういえばな、エリー、ギターの弦変えてないんじゃないか。変えるものなんだ。ああ、そうじゃ新しいのを見つけようなう。下に楽器屋があっただろ。ギター用品もあるさ。ちょうどあそこは巡回先延ばしにしてたしな。見張り屋任せろ。行ってこいと。どうする、エリー？いいよ。それじゃ退散するか。ジョイルとの旅ですね。ねえ、本当に来ないの？ほら行け。待たせるな。気使ってくれてんだよ、トミーが。まあ、ただここのとこね、アイテムね、結構あるんで、重要アイテムはないんですけど、素材アイテムも結構あるんで、ちゃんと取っていった方が良いのではないかなと思います。ここになかったか。急にここが気に入ったってのか？そうだよ。ほら、忘れ物ないかなって。だよな。だよな。シチューもありますよ、ちゃんと。うん、なんかいい匂いする。うふふふ。帰ってきたら食べようぜ。ちょっと回収しますね。弦なんていらないだろう。普通に弾けるぞ。普通に弾けるぞ。ほんといい音。ほんといい音だ。ジョエルが作ったギターなんかな、あれは。うん。あ、でね、アーカイブなんかな、あれ、どうなんやろ。一つだけね、
あの、トレっぽいもんがあるんですよ。アーカイブやったんかな、あれって。どうなんやろ。いや、行く行く。行くよ、ちょっと待って。あ、ここか、これこれこれ。これね。なんでここにこの漫画があるの？そりゃジョエルのだろ。ふん。サベッジスターライト。到着。はい。だそうです。これが6巻。これがあります。まあもうあとはいいかな。多分そんなに、ここのエリーが持ったアイテムを、大きくなったエリーが持てるわけじゃないんで、まあもうこれぐらいでいっちゃいましょうか。まあただ、火炎瓶は作っておきたい。まあ1個しか作れねえな。いっぱい欲しいんやけどな。回復薬はよしにしろ。火炎瓶は欲しいな。まあどっかで取れるか。じゃあ行っちゃいましょう。オッケー。オッケー。よし。ついてこい。それで、お前たち感染者に出くわしたのか？尾根から数匹見つけた。そっちは？家の中にランナーが2匹。グループパトロールでお前はよくやってるってジェシーが言ってたぞ。そろそろペアで行けるんじゃないかってな。まあ俺に言わせればまだ早いが、銃の腕ならほとんどのやつに勝ってる。それに他の新人よりも経験で言ったら全然。お前がやれるって言うならやればいい。そうか、ありがとう。認めてもらう。ただ頼むから短いルートから始めるんだぞ。いいな。心配してるからジョエルな。わかった。わかった。まあお前がハマってたサベッジスターライトって漫画覚えてるか？うん。トミーとあの学校を通った時に何冊か見つけたんだ。置いてあったね、ロッカーがね。面白かった？ああいうのは俺の好みじゃないが、ダニエラ・スター博士はかなり引っかかってる。残忍でしょ。特にキャプテン・ライアンとのデスマッチの場面。あれね、あれはキャプテンの自業自得。脱出の下りは予想外だったな。笑える。よっしゃ、着きましたね。今はここに置いてくる。おーい。うん、わかった。キラリ、いい子にしてて。キラリ、いい子にね。さあ、そこに楽器ありますね。楽器屋だ。うん、見えた。見えてる。で、楽器屋の方向かいましょう。持ち上げるか。いいよ。平気。はい。でね。ねえ、こっちは行けそうにないよ。いけねえんだよね。何？これがあるんですよ。これを取り忘れてた。初めてやった時は。前は泳いで行けたんだが。それじゃあどうするの？オートスイング。オーストリンガー。ホテルを通っていくか。うん、いいよ。というわけでね、ホテルを通っていきましょう。はい。さっきあそこでレアなカード見つけた。まだ集めてたのか。羨ましい。羨ましい。だけな。マジかよ。ノリいいじゃねえか、ジョエル。これがホテルですね。さあ、まあ行っちゃうか。はい。くそ。ジョエル、早っ。ワープしてきたんで、絶対。ここ行けそうだな。エリー、お前ここ通れるか？この隙間は無理でしょ。試す価値あり。もう抜けてくれ。いいね。よし、行こう。おお、いい感じに穴が開いておる。さすがゲーム。入れた。待ってて。わかった。わかった。よし、とりあえず素材集め。素材集めですね。取れないのこれ瓶。取れんじゃねえか。でここね、とりあえずアイテム結構ありますんで、しっかりと取っときましょう。まだわかんない。大したもんはねえ。これ一回ね、ジョエル置いていけんのか思ったんですけど、置いていけませんでした。ジョエルがいないと進めないとこありましたんで。ありましたけど、早々に進めないけどね。
ジョエル掘ってどこ行けるかなと思ったんですけど、それはちょっと無理でしたね。あれ、もうこんなもんかな。あった。救急薬。多分使わない可能性もありますね。使わないような気もする。はい、じゃあ入れちゃいましょう。お待ちどうさま。見直した？別に。もっとちゃんと食べろ。細すぎだ。関係ないや。これは？言わねえで、ジョエル。言わないのよ、ジョエルさん。これなんかあるかな？ねえな。むしゃくしゃ縛ったみたいになってるやん。入ったもんね。なんでこれ窓開けていったらいいのにな、もっとこれ。エリ、来い。よろしく。先に行けそうだが、奉仕が待ってるな。マスクをしよう。しなきゃダメ。二人きりでしょ。誰かに出くわしたらどうする。はいはい、つけます。エリーは免疫持ってるのカモフラージュするためにね、つけてますんで。はい、身長第一だろう。はい、マスクをつけずにいて、いつか誰かにばったり出くわしたらどうするつもりだ。そんなヘマしない。誰にもあのことは話してないな。ジェシーとかディーナとか。するわけない。それならいい。するわけない。帰り着くとこ。はい、ここ入ったことあるの？いや、通りの巡回だけだ。うっかり見過ごしてたってことか。かもね。ついていかないエリーです。こういう子はやっぱりね、大変ですね。言うこと聞かないから、こういうプレイされるとね。ジョイも大変だと思いますわ。まあ、ただ散策していきたいのと、大体のゲームはね、言われるようについていくとね、大事なもの見落としたりするんですよ。まず散策、非常に大事です。うわぁ、すげえな。あ、ジョエルいた。だいぶ前に撃たれたみたいだな。最後にパトロールが来たのは？さあな。ジャクソンの人？いや、確か失踪したのは去年いなくなった若者二人だけど、こいつは老けすぎてる。迷い込んだんだろう。こいつは老けすぎてると。で、ここにね、あるんです。それに関することが。はい。ルービーに送った手紙ですけども、うん。今日はこちらの見回りに困惑しちゃったらごめんなさいと。まあ、ここに多分忍び込んでた男の人なんですよね。で、それをジャクソンの見回りが見つけて、で、うん、よかったらうちのコミュニティに来ねえかと誘ってたと。あなたは教師だったから、あの学校とかうちに来て、あのジャクソンに来て子供たちに教えてあげたらどうです、どうだいって言ってたけど、多分そのままここにいて感染しちゃって今の死体だとおそらく思います。まあ一応ね、多分そうだと思うんだけどね。まあわかりません。うん、あのおそらくそんな感じかなぐらいで私もやってるんで。考察まで極端にはね、できるほどのあの力はございませんから、時にはね、なんとなくそんな感じでやってます。すいません、中途半端な動画ですいません。よし、じゃあとりあえずもらえるものもらっていこう。ありますからね、ちゃんとこうやって。ちょっと、まあ、ダメ、鉄パイプなんて強いでしょ、どう考えたって。アイテム結構ありますからね。ほんとにね、ジョエルにね、あの、うっかりついていったらね、こういうのは取りこぼしますからね。言われるままに行っちゃうと。特にハードとかサバイバルになってくると、素材が少ないそうなんで、難易度自体のさ、そんなに極端に、サバイバルはもしかしたらあるかもしれないけど、ハードといい、あの、ノーマルの差はあんま感じないんで、うん。まあ、とか言いながらね、昨日この辺ロケハンしてたんですけど、ハードだと思ってやってたね、ノーマルだったっていうこともありますからね。いや、大丈夫よな。ちゃんと、あ、じゃあ分かった。ちゃんとハードなってるよ。昨日俺ハードでやってるんです、言いながらね、配信してた時に。
パッと見たらね、ホラーって言おう思ったらノーマルになってました。もう今のロケハンも、ハードでやってますんで、今ね。ノーマルのデータは全部消しときました。まあ途中でね、このゲームは難易度変えようまで変えられるんで。うん。あ、ジョエル、いった？もう行っちゃった？ここだろ？よし。ジョエル行っちゃったね。あれ、ジョエルどこ行った？あれ？ジョエルを見失ってこんなことやってるから。あ、さっきんとこじゃねえわ。そうだそうだ。全然違った。俺が迷子になってるだけや。俺、入り口に戻ってきちゃった、俺。おバカだね。喋ってるとこういうことになりますからね、ほんと。しっかりしなさい。うん、だってこれ戻ったことによって、また発見がね、あったりもするかもしれませんから。もしかしたらね。うん、よし。胞子のある方に行く。あるやん。ほら、見ろ。やっぱり。見落としてるとこがあった。このために戻ったと言っても過言ではねえ。これさっき武器交換したとこね。ここね、ジョエル待ってるわ。どこ行ったか思っちゃったじゃないか、もう。あ、声が聞こえる。エリー。はい。こっちだ。そうか。パトロール中でしょ。いるじゃな。そうだな。倒していくか。ジョエル結構ね、ずかずか行きやがるからこいつ。どれで。やべやべ。ちょちょちょってやもらっちゃうから。これ逃げよう。うおー、はい、やめ、やめなさい。ジョエル、助けて。ちょっとジャンプしちゃった。ジョエルのとこ行こう。ジョエルのとこ行っちゃおう。ジョエルどこだ。ジョエルさん、危ないから。左側。危ない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 。やめて、ジョエル助けて。ジョエル、あたいを助けて。これクリッカー捕まったらやばいから、俺。危ない危ない。ジョエル、やべえな。危ない。ちょ、ジョエル助けて。やった。お前やめろや。戦いってことかな。じゃあもう素直に戦いと。気をつけて。はい。おい、こっちだ。ジョエル大丈夫かい。逃げるよ、もう。あとは任せたよ。ちょっと減らしたから、あとはジョエルやってくれ。危ないから。ジョエルどこ。ジョエルやってくれ。ジョエルどこだ。これジョエル。ジョエルやれやれ。ジョエルどっか来てる。大丈夫かい。お、バレなくなった。やるじゃない。来ちゃってるから。来てる来てる。頼む、任せた。あぶれあぶれあぶれって、あぶれっちあぶれっち、あぶらいあぶらい。助けて、ジョエル助けて。ジョエルやれ、やってくれ、助けてくれ。こっちは子供や。よし、オッケー。援護射撃決まったね。よしよし、大丈夫。もらった。もらえるもんだけもらっていきたい。あぶねえ、ジョエル頼みやったけど一発だけもらったね。いいの。ちょっとアイテム回収できるから。うんうん、分かってる。まあ、でもちょっと回収させて、なんか火炎瓶作れるな。よし、火炎瓶取っといたろ。よしよし、イエーイ。もらえるもの持っていこうっと。よし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 。いや、もうダメだって。まだ行かないよ。そんなこと言ったって行かないから。
まだ音してんじゃねえかよ。どう考えたって。だから急げってことかな。バットにそっか。武器壊れたしな。武器はね、壊れちゃってますからね。よし。あ、なんかある。よし。はい。はい。リロードだけしておいて、ライフルも一応リロード。よし。やった！また来た！もうまた来た！いや、知らないよ。やってくれ。ジョエル、頑張！ジョエル、頑張って。フリッカーだから。危ないから。ちょっと。ジョエル、やれ。やれ。やれ、ジョエル。頑張れ。よしよしよし。いいぞ。ジョエル、頑張れ。しゃあねえな、大概やってやろうか。来るよ。ほら見ろ、あとは任せたよ。俺はやった、俺の仕事はやった。ジョエルやれ、ジョエル早くお願い。よしよし、もうこいつら弱いだろ。やれ、ジョエル、ショットガンだ。もう手が焼けるわね。手話が焼ける子だ。ほらもらう。もう危ねえ、折れたじゃないか。うわー、来てるー、助けてー、助けてー、ジョエル助けてー。そうそう、打て早く打てって。ジョエル何やってんだよ。やれやれやれって、こっそりやってやるよ。ひねりだぞ。あもらった、一発もらった。ほらやめろ、早くジョエルやって、早く。いいぞいいぞ、ジョエルいいぞ。クリッカー、クリッカー的なやつ、早くクリッカーだから。危ないからジョエルやってよ。危ない危ない、まだいるぞ。やもう一人とかいんの。ウォー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 言うてるって言うよ。とりあえず逃げよう。もういいね、ジョエルがワーワー言ってるだけ。やったか、閉めた。おお、俺が追いかけてる形になってるよ。そのうち俺が逃げてる、俺が追いかけてる形になってるかな。はい、おお、うわまだいる、やめて、ジョエル早くやれ。あ、いいぞいいぞ、よしよし。本当に世話が焼けんだから、ジョエルったら。ジョエル今ので終わり。2発もらっちゃったじゃねえかよ。悪くなかったぞ。マジか、逃げてただけやけどな。今日はギターの弦取りに行くの諦めない。ここ俺のせいかな。そう思ってたとこだ。俺の手からね、ここな。このクリッカー。ジョエルには前に進むしかないな。俺の勝ちだな。クリッカー3匹やったよ俺。じゃあ行こうぜ。どこかな。これ、あ、じゃあこっちはいいね。回復薬いらね。よし、オッケー。さあ、入れる？ライトつけよう。何かあるかもしれないな。そうかい？先行って。いや、行くから。何見てんの、めっちゃ。行くて。お前だけ先行かして、お前来へんちゃうやろな、みたいな感じちゃうやろな。その、ジョエルだけ先行かせるわけないやん。古速のエリアがね、私がプレイすると。ジョエルも信用ならんやな。やべ、やっちゃったろ。おぉ、やばいっち、でかいの出てきた。なんだよこいつ。こら、豚、こら燃えろ、豚や、燃えろ。逃げてくる、変なの逃げてくる。これが危ないんだよ、かなりよ。どっか来る、この豚やろ。やだジョエル、助けて。あ、ちょちょちょ、お前来んじゃねえって。おお、暴れてるもらっちゃったじゃん。こっから来んのかな、壁かよ。めちゃくちゃやな。
あ、ちょっとちょっと引っかかって引っかかって危ない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 っち。いや大丈夫か。うんこみたいに投げてくる。やべ。多分ね、これね、倒せるまでいけんのかな。いつもはね、ここで来た。え、また来んの。危ない。よいしょよいしょ。豚豚野郎が来る。逃げよう。危ない危ない危ない。銃に返して。おいおいおい、もうねえから。いい感じのもんねえ。よしよし、危ない危ない。よいしょ、えい。ちょちょ、エリー、危ない危ない。手離れよう。またいる。これさ、ずっと出てくるのかな。これね、捕まるまで終わんねえんだよ、多分な、こいつに。おそらく捕まるまで終わんねえと思うんだよな。ちょっと頑張ってみようか。豚が来た。豚、豚、豚、危ない危ない。はい。頼んだよ。どうやる、これ、どうせかな。全然。危ない。よいしょ、頼んだって。ジョエル。あ、捕まった。お前、もうまたいたの。まあ、これでいいんですけどね。結局こうなんだけどね。ジョエルを助けてくれるって言っちゃうと。ダメージも減ってないでしょ。多分捕まんまで終わんねえじゃないかな、これ。アップな。際どかったな。際どかった。そうかい。でも倒してやった。なかなか楽しかったぞ。平気。年食ったってこと以外にか。一晩ぐっすり眠れば元通りだ。そうか、早くここ出たい。本当だよ。エリーいなくなっちゃったからね、マスクも。今見られたらやべえと。エリーのマスクがぶっ壊れちゃったからね。集めとく意味あんのかな、これ。次のエリーに引き継がれたりするのかな、この素材は。知らないけど。子供エリーがまだ出てくるのわかんないけど。何してんの。奥にブローターいたらどうすんの。心配するな。マジかよ。過信しすぎだろ。闘志は飛んでない。さっきのマジですごかったね。この辺じゃブローターは珍しい。だね。ルシーとディーナがこのこと知ったら死ぬほど驚く。俺じゃ持てない。そういえばあの二人は付き合ってるんだろ。ジーナとついたり離れたり。なんで。ジェシーはお前の話ばかりだろ。ジェシーとはただの友達。本当にそうか。ジェシーと、ジェシー惚れてんのかな。マジ当たってんじゃねえ。当たってんじゃねえの。マジかよ。三角関係やんけ。やばい三角関係やんけ、これ。ディーナ妊娠しててさ、ディーナもちょっと、久々に会った元カレで、ちょっとキュンとしたところに、実はジェシーはエリーが好きやねえ、みたいな。あなたの子供は私のお腹の中いるのよ。プンプン、みたいな感じになっちゃうのかな。わあ、ドロドロ劇やな。昼ドラですな。悪い意味。昼ドラチックになっていくんやろな。いやだな、なんか。あんなに、あどけなかったエリーもね、大人になってきちゃってますからね。ちょっとこういうところで息抜きぐらいでしょ、ジョエルの、この回想シーンでね。はい。お前ならここ通れるか。余裕だよ。あんまし飯食ってねえから通れんだぞ、お前。痩せてっから、痩せっぽっちだからね。通れっつったけど。まあ、どうだ。
ああほら、フリッカーなってる。ありがとう。ああ。ねえジョエル。ん？あの子たちだ。去年逃げ出したカップル。そうみたいだな。ジャクソンはいいところだけど、他の場所で苦しんでる人たちの話を聞くのが辛い。みんなを救いたくて、良かれと思って町を出たの。でも1時間もしないうちに群れに襲われて、2人とも噛まれて、変わり果てる前に命を絶つことに決めた。家族や友人に謝っておいて、アダムとシドニーより。彼女を撃った。なのに俺は怖くて死ねないでいる。ああ、それでクリッカーになってたんか。アダムやったら今ひどいな。免疫さえあれば。ジュエル微妙やな。トミーと合流して二人をジャクソンまで運ぼうな。ファイアフライの病院から逃げ出したとき、私みたいな人が大勢いるって言ったよね。ああ、そう聞かされた。免疫を持ってる人なんて会ったことない。ジョエルは隠してるんだろう、お前みたいに。本当にそう？今話さなきゃいけないことか。あんなに苦労してファイアフライの病院に私を連れてったでしょ。聞きたいことたくさんあったのに、なんで意識を失ってる間に私を連れ出したの？いや、もう意識失ったのも帰ってこれなかったんだ、本当だ、お前。お前の検査をさせてみて、あいつらは無能だと気づいたからお前を連れて。なんで無能だってわかるの？時間をあげれば何か方法を見つけられたかもしれないでしょ。治療法なんてこの世にないんだ。他の人を助ける方法なんて存在しないんだよ。その事実を変えられるものなら俺だって変えたいさ。でも無理だ。この子たちを家に連れて帰ってやろう。他に言いたいことがないならな。ない。そうか、行くぞ。エビは複雑だね。うすうす気づいてそうやけどね。いいな、自分で塗ってんじゃな。やっと眠った。ねえ、やってあげる。いいやつだよね。
言わなかったの？今は無理。できた。それで何か分かった？そうだね。アビー？ああ、うん。この子はノラ。仲間と病院に配置されてて、物資とか集めてたみたい。この病院？そう。ちょっと今行くの？うん、確かめなきゃ。ねえ、せめてジェシーが回復するまで待てば。逃がしたくないし。エリー、場所が分かったんだよ。トミーも知ってるかも。何？別に。止めても無駄ねみたいな。エリーはどんどん離れていっちゃうみたいな感じだからな。ドア開けるの手伝って。うん。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。5号線に沿っていけば。はい。5号線に沿っていけば病院にたどり着けるということで、次回は5号線に沿っていきたいと思います。パテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。